どうもまさひですお願いしますさあ今回はね2024年クラブユー選手権 u15 関東大会その関東大会のね上チーム組み合わせなどを見ていきたいなと思いますこの関東大会をね勝ち抜けば全国大会出場できますその関東大会出場チームは東京が11神奈川12埼玉8千葉6 茨城5山梨2群馬3栃木3そして関東1部が10チーム2部の20チームの合計80チーム多いですね80チームが出場し1位から15位までが全国大会に出場できますそして惜しくもね敗れましたが16位から23位がインターシティトリムカップイーストという大会に出場しますまあそう言っても目指すはね1位から15位のクラス有15全国大会となっておりますさあそれではまずねこの大会の出場チーム 全チームを見ていきましょうこうなっておりますどうぞさあ80チームということでめちゃくちゃ多いですね J アカデミーからマチクラブまでぎっしりといったところですこの中からね勝ち抜くのはどのチームなのか見ていきましょうさあそれではまずね1回戦がもう終了しておりますさあ2回戦まで行っておりますその組み合わせトーナメント表を見ていきましょうこうなっておりますどうぞ ちょっと80チームで多いんで全く字が小さすぎてよくわからない状況となっております。15チームが出場できるということで、ベスト8までに入ればね、出場権獲得となります。そしてベスト16までいったんですが、敗退してもチャンスあります。まだ大丈夫です。なので、この6月16日ですね、ここまで行けば1回負けてもまだチャンスがあるというところになっております。今現在ね、2回戦まで来てますんで、 あと2回は確実に負けれないという状況になっております。ベスト8までのチームは全国決定、ベスト16で敗退した、残り8チームは勝ち抜け方式となります。負け残りですね。もしベスト16で敗れた場合は、6月22日に敗れたチーム同士で勝利し、その時に勝利したチームは全国決定。負けてもね、その後負けた者同士で、また戦い、そして勝てば、上を決定、そしてラストですね。ラストでその試合に勝てば、 出場決定要するにねベスト16まで行けば15チーム出場なんで残りの1チームにならなければ出場できますさあこう考えればあ結構いけるんじゃないかと思いますがなかなか厳しい戦いとなっておりますちなみにね去年の予選勝ち抜いてクラセン U15 全国大会出場したチームはこのようになっております予選優勝したのがラビーダ準優勝が SC 玉となっております この SC タマはね、全国大会の方でも優勝しました町クラブ。そして去年はね、鹿島アントラーズジュニアユースがそのまま全国3位。そして川崎フロンターレ U15 幾多もクラス戦全国3位まで行っております。そして去年のね、この出場権を獲得したチームの去年所属リーグはこうなっております。関東2部がかなり多いです。都県リーグ1部所属もおりました。神奈川のカナロア。そしてジェファー。そして栃木 SC が。 県一部所属となっておりますさあ去年なんですが結構強豪がバッタバッタと敗れました去年リーグ一部所属のチームで言えば浦和レッズ大宮アルディージャ湘南ベルマーレ東京ベルディ横浜 F ・マリノス FC 東京深川というね関東一部リーグがこの予選で敗退しておりますしかもね横浜 F ・マリノスに関してはこの大会初戦で敗退しました今年ね一部を戦う柏レイソル U15 も去年二部ですが敗退しております ちなみにね、このね、クラセン U15 全国大会の過去10年の結果を見ていきましょう。こうなっております。どうぞ。さあ、やはりね、関東勢がずらっと名前があります。まあ、出場チーム多いですが、それだけね、関東勢、競合が揃ってるというところです。さあ、それではね、またね、今年の組み合わせに戻りましょう。先ほど言いましたが、1回戦終了しております。去年代表のね、神奈川のカナロアや、 同じく代表の栃木 SC そしてね J1 リーグで首位を走っております町田ゼルビア回戦で敗退しております湘南ベルバーレウェストバルサに所属しておりました阿部選手のね出身の STFC 伊藤純也選手の出身横須賀シーガルズやバスケスバイロン選手の出身の東松園ペレーニアなどは2回戦に進出しておりますさあ個人的に2回戦の注目カードなんですがちょどど言いました STFCVS レイエスの街クラブ対決や フォルツァ VSFC 玉の東京対決。マリノスオッパンは VS ジェファレイソル東亜 VS 川崎 U15。FC 古賀 VS 三菱洋は巣鴨。豆ド FCVS 横川武蔵野というところがね、えー、僕の注目カードかなというところです。まずはね、全国大会行くにはあと2回は負けれない状況となっておりますので、まずそこまで、まずはそこまでというところはどのチームも思っているところだと思います。毎年毎年ね、ここが上がってきたのかっていうね、 サプライズありますので非常に楽しみなね大会となっております全国大会の切符をつかむのはどこなのか注目していきましょうさあ今回は以上となります関東クラブ優選手権 U15 まだまだ2回戦なのでここからねどん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 試合が進むにつれて追っていきたいなと思いますのでまたご視聴よろしくお願いしますそしてそしてチャンネル登録の方もお願いいたしますそれではまた